Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM 準備をしてください。今日から準備できることは何ですか？地震や大雨などの災害の時にどうしますか？家族と話し合ってください。例えば、どうやってどこに逃げますか？安全な場所はどこですか？災害が起こった時、何を持っていきますか？災害の後はどこで家族と会いますか？家族と話して家族のルールを作ってください。そしてそれをメモにしておきましょう。ハザードマップです。災害の表示を見て自分の住んでいるところがどうなっているのかを見てみましょう。日頃からの備えとして準備しておくもの、避難経路などを確認してください。災害に備えてカバンの中に何を準備しますか？避難の時に何を持っていきますか？新型コロナウイルスも心配です。これから言うものを準備してください。パスポート、お金、水、食べ物、薬、ライト、ラジオ、携帯電話、スマホ、充電器、歯ブラシ、ティッシュ、衣類、毛布、寝袋、防寒具、雨具、マスク、消毒液、体温計、これ以外にもあると良いと思うものを加えておきましょう。避難所では新型コロナウイルス感染症予防のためにマスク、消毒液、自分用の体温計も準備しておきましょう。そして手洗い、うがい、マスクの着用、手指消毒などをしてコロナウイルスの予防をしましょう。